はい、久しぶりに分かっちゃったシリーズですね。イサオさんです。北海道から来てますね。フェードボール覚えちゃったです。すごいです。はい。ね、あんだけちょっとの左に前した球はどうやって直しました？まずですね、右肘がここからこう伸ばすんじゃなくて、伸ばしてたんだね、それね。こういうふうに。おお、もう一回お願いします。巻きついたの。巻きついたのね。この肘の使い方だそうです。今まではもう一回、こっち側でしたよね。こっちでしたよね。それで右手返ってたから、ちょっと前ミスすると巻いちゃう。この使い方ですね。はい。他に何かあります？あと。他はトップからの切り返しで左の脇腹、はい、脇腹リードという。なるほどね。そう、胸の面を開かないで脇腹ですよね。からそう、そんな感じですよね。ということでゴルフが変わりました。ありがとうございます。じゃあいいな。じゃあもう一度最後に一発打ってもらえますか。5日間ね、短い時間ですけれども、ね、フックボール使ったらこういうふうにちょっとフェードアクション入れて直す時が多いです。素晴らしい球です。納得って感じですね。ありがとうございました。また先生、日本で鍛えましょう。ありがとうございます。から来られた悦子さんです。3週間滞在されまして、軸の大切さを分かったようです。はい、じゃあ説明してください。軸の大切さを大変感じました。私は以前はテイクバックの時に回りすぎて、そうね、こう軸がぶれてたね。頭が、はい。クラブのフェースの方を向いてました。でもここでは目をボールとボールから50センチのところを見るようにして、この間を見るようにして連転して、そして左の腰のリードで自然に左肩を回してフィニッシュすることを教わりました。で、今この辺ですね、この50センチあたりを見ながら首から下を回転することで軸が安定しましたね。ダウンスイングでは左の頬を動かさないで腰のリード、ここから来たら、はい、スッと立つ。この軸回転を覚えたんです。もう一回お願いします。バックスイン、首から下回して、胸開かないでこう。はい、ここから、ストーンと、ね。この軸回転を覚えて、非常に飛距離が出るようになりました。ありがとうございました。はい、めちゃくちゃ飛んでます。すごいです。めちゃくちゃ飛んでます。その場でターン。ナイスにいたところでターン。分かっちゃったシリーズ、かよさんです。私はバックスイングの時にお尻がスウェーをして頭を残しすぎ、ベタ足すぎてフィニッシュで C 型ね、のけぞってましたよね。はい。それをどうやってあれ直したんですか？はい、それをバックスイングでこのように、ね、右腰がスウェーしないように気をつけて、はい、あ、いいですね、もう一回、はい、この左腰が跳ね上がらないように低くこう、そうこれです。もう一回お願いします、はい、ダウンで胸を開かないので左腰低く踏み込む、そうです。で、必ずベタ足にしないでつま先を立ってインバランス、はい、で背中をまっすぐにしたんですよね、はい。もう一回じゃあお願いします。はい、このね、軸回転が綺麗になったんです。はい、悦子さんも佳代さんもやはり軸回転のところに視点を置いたら良くなりました。このようにスタンスを広くしてピラミッド通り、底辺が揺れないように、はい、その場で背中ターン。素晴らしいですね。ね、これで逆足にならないね。ベタ足も直ってます。背中も回転してます。くるっ。はい。じゃ少し狭めてください、スタンス。その場でくるっと。素晴らしいですね。文句の言いようがありません。一緒です。一緒。左足下がりのラフの打ち方覚えました。体、ね、背骨がね、地面とあれですよね、垂直ですよね、左手。うまい。なんだってうまいのここだよね、膝が流れてないとこれが流れる人は打てないから、ね、横ヒンジを使ってです。ほら、うまいでしょ。みんなこれで失敗するんです。縦コックで。この打ち方は横ヒンジです。これが伸ばさない。ペッと背中側に置いといて、背中でターンすると。分かっちゃったね。分かっちゃった。はい、ありがとう。分かっちゃったシリーズ、かよさんね、今バンカー越え非常にうまくなってます。はい、成功の秘訣は。はい、私は今までテイクバックをこのように上げていました。ちょっとシャット気味ですね。はい。はい。それを横ヒンジを使ってこのように上げます。もう一回やってみて、横ヒンジって。はい、横ヒンジですね。ああ、なるほどね。両肘がこっち入ってくる感じですね。はい、はい、はい、こんな感じですね。はいはい、それでフェースは大体2時ぐらいにハンドファーストで構えます。はい、ハンドファーストで構えて、グリップは本当に柔らかく握るようにしました。はい、で背中で回していきます。はい、背中のターン。はい、上手です。ちょっとうちは後ろからね、すんごい上がってますね、球が。ね、横ヒンジってボール上がるんですよ。ほらほら、こんな上がるの。はい、綺麗です。上手です。良くなりました。はい、分かっちゃったシリーズの逆目のラフの打ち方ね、どうぞ。はい、じゃあ逆目のラフですけども、普通にこう打つと引っかかるんですけど、これをこう引っかからないように斜めに振っていきます。まず、フェイスを目標方向に合わせますが、この時にこうではなくてこう開きます。そうするとこれでは振れませんので、体を時計回り方向に回して、左足の付け根のところにクラブが来たら、あとはこれを、そして向こうを意識しないでこのままこっちに。そうすると何も力なく寄りますね、まっすぐ飛んでますもんね。はい、今までじゃあ目標に行っちゃったのね、目線がね。そう、ちょっとやっぱりその意識がね、だから手がね、こっち出ちゃったんだろうね。出ますね。それもう一回行ってみましょうか。危ない。すごいでしょ。今見てる皆さんびっくりですよ。こんな逆目で。これ信じられない。普通これをやりますと飛んでますからね。こうよくこれで失敗してましたけど。今度は目標に向かってフェイスをまっすぐ。はい。そしてこれを。こっちへ倒して、はい、右に倒します。5時の方向に。時計の反対前、5時にスタンスを取って。あとはこのスタンスの方向に振れば。そうですね。はい、素晴らしいですね。すごい抜けですよね。いい抜けしてます。ちょっと強かったかな。うん、ありがとうございます。はい、分かっちゃったシリーズ。ドライバー150ヤードショット、100ヤード打つつもりでね。柔らかいです。ポーンってめっちゃくちゃうまいです。さあ、これなんでできるようになったんだ。今までできなかったね。はい、今まではこう打ってたのを。あ、これね、体幹メリーゴーランドね。はい、これ見て、親指と人差し指でつまんでます。これでくるってこう引っ張ってこれる。あ、ね、今背中が回転してますもんね。はいはい、まさにこれですよね。今度そのちょうどこっちがね、体の正面に今できるようになると、その感覚で打ってくれば。はい、これは読者の皆さん、本当ドライバーで満振りするだけが練習じゃないですよ。これコントロール。だいぶミート率が良くなりました。はい。ポンとね、素晴らしいです。いい見本です。7番アイアンより寄ります。言い過ぎ。よいしょ。すごい、100ヤードショットうまいですね。シリーズですけど、アドレスの立ち方を変えて、だいぶ変えました。まず立ち方としては、このポジションにクレーダルポジションね。クレーダルポジションにして、でポンとこうちょうどソールのところにヒールからタッチ。ヒールから、はい。あとは、あ、素晴らしいですね。もう完璧にボールだけさえ。もう一回お願いします。右足を半歩前出して、右膝を曲げて、はい、腰の付け根から曲げる。はい、右膝に体重かけて。腰から曲げていきます。そう、で、ソールを、ヒールをつけるって、これですね。ヒールをつけるのがポイントですね。はい、どうぞ。うん、そういうことです。アイアンの名手。ね、いい感じですね。